ようやく訪れたか。扉を開いたもの、重き扉に手をかけ開いたその資質。お前に語ろう、この悠久なる時の記憶。うつろの夜に至る物語を。その前にお前の眼前に立ちがたる私を説明しておこう。私はオートノミックナーブバティスタ。そのうちに眠るサブルーチン。本体の負荷にならぬようメモリーのうちに常に小さく住まい、監視、抑制、記録、報告を行うもの。そのサブルーチンである私がどうして今ここに現れたのか、お前にこうして語りかけているのか、それは私にもわからない。有事の際、主となる人格が眠りにつくと私は目覚めることになっている。この夜の元へと歩みを進め、傍観する者たち、それらへの導き手となり、夜闇を灯す明光となるべく、現在与えられた情報、そこより導きうる確かなこと、それは今が極めて不安定な状況であり、力を得た者にうつろの夜に関する知識を伝えなければならないということ。この夜へと至る経緯、それぞれの者が背負うバックグラウンド、扉を開き見、それを知り感じるとよかろう。すべてを知り得た時に、また違う深き扉が必ず見えてくる。私はその時に再びお前の前に現れるだろう。関わりを持たぬ者、もう一人の傍観者として。さあ時間だ。扉をくぐり歩み進むがよい。遥か遠いここよりたどり着けぬ彼方の地より、わずかな希望を抱き、決して会うことのないお前を待とう。長く久しくここで。